たら花だろうってことで、奥さんは自分が勝てる台に座るというチョイスをしていただきましたんで、僕はその隣でレクチャーを受けながら光らせていく感じになります。1投目ここでもう光らせたいなと思っています。これじゃ光んない。はい、どうもおはようございます。パチスロ界のジャッキーチェン沖光でございます。青龍と書いてジャッキーチェンと読みます。普段はねカンフー、いやクンフー。さあ今回やっべ、これね大嫌いなんですよ俺。この角のこのランプがものすごい苦手なんで、この台はもう引かなかったらすぐやめます。はい、スタート。スルッと来た。今言い訳から入ってるのを確認したんです。違う違う、これが光ってるんで、何も考えずに50まで回してみてください。50っていうか2000円。コイン持ちチェック。え、じゃあ何、ジェリーかスイカ狙ってる。狙わない狙わないで何ゲーム回るか。狙わないのに何ゲーム回るか。38以上で合格で、40超えたらまあ全然ある。え、設定感で500そんな違うの。朝はねなるほど。朝は子役が違うらしい。いやこれ言っても分かんねえんだよな、素人の人って。多分腹打ったことある人分かりますよね、言ってること、うん、何も考えずに2000円。はい、はい、あ、プレミア、ほら31ね。プレミアでしょ。プレミアムですよ。ボヤボヤしてます。いやもうボヤボヤ点滅なんですけど。あ、やっぱり まさに31ゲームボヤボヤ。ほらこれ、俺これがダメなのマジで。え、マジで。じゃあ変わります。 あれだった今あの光った状態で。いいですよいいですよ。まだ1000円です。1000円でしょ。え、だいボーナスくれるってこと。全然いいです。本当に。だってこっちが勝てるんでしょ。じゃあ変わりましょう。本当にか。俺全然いい。もらうよ。いいです。いいです。いい。やったマジで変わるからね。後で文句言わないでよ。言わないです。よし。グーの音も出ないほどに完膚なきまでに叩きのめしたいんだよね。ラッキー。おはようございます。すごいね、太っ腹。こんなに嬉しそうな顔する。ちょっとやっぱ、ね、だってただでもらえてんだよ。ただでワンピック。こんな美味しい話ないわ。これで完全に言い訳が通用しない状況になりました。え、どういうこと。いや、いいです。言い訳いや、ビッ、これがスイカだったら大チャンス。いきます。はい、あー、人の引いたビッグであんな機器として叩く人っているんですね。俺マジでもらうかんね。マジでこれはもらってますから。ただ奥さんはこっちが勝てる台だと最初におっしゃってた。その上朝一1000円で40何ゲーム回ってる。奥さんの条件はもう2つクリアしてるわけですよ。ただこれね、前日出てんすよ。前日ね、1000枚ちょっとかな、1500枚ぐらいでしょうか、出てるんで、朝早いってことは、まあ、そこから下がってる、リセットの可能性はなくはないですけど、それでもやっぱね、ビッグ、しかもプレミアム点滅から入ってるんで、悪くはないと思います。はい、楽しいね。
81まで回してください。81、朝2000円で80以上だよ。だから、ああ2000円で80、そうもう回りますよ。え、俺が勝ってほしいんだよね今日。いや勝ってほしいと思いましたけど、それならいいです。通はそもそも専門分野じゃない、角は眩しくてダメだ、もう言い訳をなんか盤石の体勢に固め始めたじゃないですか。これは勝てなくてしょうがないって言い出しそうだ。はい、あ、はい、これチカチカ点滅、これプレミアね、プレミア、これプレミアですよ。今日はあなた異常よ。こんなのあんだね、チラチラ。あ、びっくりした。今びっくりしたわ。今びっくりしたね。俺な、何が起こったのかと思って、うわーって思った。人の中がピシーンって言ったのでびっくりした。これスイカが来たら、まあ、もう一回スイカ出ましたよ。え、本当にスイカが来たら何なんですか。いや、スイカが来たら台を変わってもらおうかと思って、ね、あ、じゃあもう変わりましょう。いや、いいです、いいです。いやいや、もうそういうこと言われたらもうあれなんで、スイカが2回来たらにしよう。うわ。あれ、おかしいね。今日の実践なんかヤバい気がする。スイカが2回出たな、なんか切れてんだよ。はいはい、くしくも朝一31の後31ね。これはどうなんですか。2回目なんですけど、これがビッグだって。その後のスイカによるんでね、これこの台のポテンション。そう化けだったらもうその時点で交代ですか。いや、それはないです、まだ。いきます。はい、まあまあいいでしょう、これね。化けでしたね。あ、そう、これはレグ、まあ、交代します。いやいや、それはまだ分かんない。まだ分かんない。朝はね、右が欲しい。はいはい、右ね、右、悪くないっす、悪くないっす。あ、終わった。さあ、2ビッグ、あ、1ビッグです。あまりにコインが多いから、あれ、もういつの間に2回引いたっけなとか思って上見た。まだ1でしたね。本当に今この台でもう2回当てたかなって思いました。さあ行きましょう。はい、いやー、朝一の挙動はもう完璧ですね。この後ビッグがパンパンパンと来ればね、いい台はパンパンパンと来ますね。これね、1900枚でした。まあほぼ4って断言してもいいんじゃないですかね。4は2000枚ぐらいで止まります、大抵。その後ダラダラになるんですよね。2500枚以上サマイで超えたら56を疑っていいと思います。おい、あらら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 、おい、ねえねえ、はい、レンチャン、レンチャン、レンチャン、 50G でレンチャン。さあ、このビッグでスイカが来るかどうか、ここが注目ポイントです。おい、よしよし、1回来ました、1回来ました。そしてあれだけ調子いいのに、後ろが光った瞬間にもう見る。はい、まあまあまあ、よしよしよし。このあと連するようだといよいよ本物。
ただ朝一に限っては2でもこの挙動はあります。1の可能性はほとんどないですね、経験上。こういう挙動の台は朝一ね、朝一に関して。ほい、やっぱり。おい、うわー、ふー、6です。これこれはすごいわ。これ右だよ、ほら右でしょ。最初右なんすよ、偏るのは。ただこれ覚えてらっしゃるかと思いますけれども、こっちが勝てる台だってあの人言い張ったわけです。だからあっちが出た時点でもう、まあ所詮その程度というかね。あ、やっぱりただオキスロー好きなだけなんですねっていう感じになるんでね。久々に掴んだ、掴んだっていうか、まあ譲ってもらったっていう説もなくはないんですけど、どう？あー、いかん、100超えた。ちょっと待って、100はいい。あ、そう、100はいいのよ。100の前半で戻すから。多分これビッグなのよ。でビッグだとね、まあ4とかの可能性がちょっと高まっちゃう。あ、よかったよかったここはよかった、ここはよかった。これでどっちがフラッシュするか見る。左、左です。まあ1回目は何も関係ないです。2回目以降サンプルが増えないと意味がないんで、右左は。花ゲーム、花ゲームに照準を合わせよう。83、84、15。さあ次だ。さい、うお。あ、ごめんなさい。すいません、でかい声出した。これはこういうことですよね。あれ、これは気持ちよかった。すごい。完璧じゃないですかこれ。まあまあ頑張ってるねって感じだよねいわゆるやばい、そんなこと言ってる間に250とかだよ。おかしいね。まあ350まではいかないと思うんですよね、経験上。あれ、350超えたね。まあ、455だね、じゃあ455以内。うん、そうそう、455付近、付近、付近。なんか4っぽいけどな。おい、せーほら、見て、455プラマイ20付近ね、あるのよ。おっしゃる通り、あるの、本当にあるの。いいです、いいです。はい、これはダメだ。ここでレグ引くようじゃダメ。はい、左。さあ、このボーナスからレーンするか否か、まあ答えは明白なんですよ。ほぼしないんですね。よそ見よそ見よね、今光ってた、光ってた、光ってないんじゃないかな。え、狂ってますよね、やっぱ松本さん。何飲んでんの朝から。
あ、それはない、それはない。あ、俺多分スイカかチェリーこぼした、さっき。ノールックビッグボーナスはどうだったんですか？ノールックビッグでは、それがね、またノールック小屋こぼしがあったんで1回だけ。それがチェリーかスイカか分かんないレベルだったの、パッと見、パッと見ね。だからちょっとね、もう致命的なミスじゃない、精査しようがなくなってきた。ちょっとミスちゃったよね。あの、お客様がね、来た。レン、レンしたね。サンサン、まずいな、息を吹き返してるよ、向こうが。はい、ビッグです、ほぼ。ありがとう、ありがとう、レグでした。あ、スペハナ2の制御はちょっと違うんでね、最近の花とは、うん、はいはいはい、いいでしょう、いいでしょう。はい、あ、今22ですね、22、右と左が。118、左だったか。118回目のプロポーズです。はい、よし、もうそういうの俺は動じないからね。あ、もう全然触られてもね、こっちが出てるんでね。いや、徳さんの厳しいわ。160超えたらまずい、合算。それはそう。ただね、この台オキホーテっていう人が勝てるって言ったんですよ。じゃあもう655まで行くんじゃないからね、次は655。重っ。ああ、よかった、飲まれる前に当たりました、よかった。まあ、ギリギリ455のゾーンって言っても、まあ言えなくはないゲーム数ですよね、554は。いやいや、これ455のゾーン、455のゾーンと言えなくはないよねっていう話をしてる。なくもない、なくもない、ギリでね。よし、あー、読み違えたかな。はい、やっぱり後半ね。はい、レグった。32です、32。はい、はい、おいおいおい、フリーズ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 、本当にそのまま、うん、本当。おいしょねえ、ほら、全部出るんだ、全部出る、全部出る、15種類ぐらいだと思うよ。わっ、ほら、これ33並び押しね、これ超高速、はいはい、これがノーマル、こっから高速になってしびれになってってよ、これしびれ、これが一番いい。さあ揃えます、下段。おい、音変わったじゃん。あらららららら、ら、1ゲーム連引かれちったよ。完璧、完璧。おい、やっぱり28。おい、うわー、これはきつい、きつい、きつい、きつい。ビッグ、ああ、ああ、きた。初代の音。タイムアウト。勢い狙いたいですか？あ、全然全然いいです。もう全然大丈夫。あ、あー、くそー。な、
何なんだこいつ、臭い、ま、何なんだこの人今視聴者様から軍手が支給されました。ガチ軍手ですんでね、ありがたい、これはいいっすよ。しかも本当いいやつですよね。いいやつだから、こう見てください、ここスーッと全然中止まんなかったじゃないですか。いやいや、今スーッとほら中止まんないよ、やってみな、中スーッとスーッとね、ほらね、暑いんでまあ片方は脱ぎますけどね、うん、両方暑いんでね、これちゃんと家持って帰りますから。僕は大抵このパターンは100台で戻すはずです。遅くとも200前半。徳さん偉いのはずっと軍手してることだよね。いや本当暑いのにさ、おいろんな今ひねりっていう技をやってますけどね、素人はひねっても無理よ。プロになるとね、玉乗せっていう技もあるんですよ。玉乗せ、これ1回だけやるよ。これ玉乗せ、おすごいね、今のサーカス、サーカスっていう、あほらね、そっちに行っちゃった。サーカスです。はい、えサーカスっていう技があるんですか。いやいや今やったじゃん、あれがサーカス、サーカスほらサーカスね、ね、何ゲーム、はい170、俺言ったよね100ゲーム台だって、しかも後半だって、うん、バッチリ合ってる。今停滞波入ってます。この台大ハマりすることは絶対ない。この後その代わり連チャンすることもまれ、そういう状況です。やるね、おーやるね、水平ね、水平、水平リーベ、僕の船の愛ちゃん、今の技は愛ちゃん、さあほらね、そう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 、おおお、ウルトラマンチョープね、どうやっても光らん。俺も急がないと、これマジでビッグ20回目指します。うん、あおい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 、マジで本当にいないじゃん、おいおい、ちょっと譲った魚がでかすぎましたね。はい、もうよほぼ46と言っていいんじゃないでしょうか。11時、さっきの例しづらいって言ったコメントはカットでね、お願いしますね。そこはそこ、これ4箱出るパターンだ、これ間違いない。やってやったよマジ、さすが俺が選んだ台のことだけはあるよね。100後半から200台前半で光ります。この台はGだいの前半だから、濃いのはね、濃い、あくまで必ず光るとは言ってないからね俺。おい見て、ゲーム数見て見て見て、皆さん246、はい、僕なんて言いました、200台の前半で光りますって言いましたよね。はいはいはい、ビッグ軽いなね。このあとまた1か2が来ます、1か2が来ます、ほぼ1だと思います。ちょやめてよ、サー
ーカスでもやってりゃいいじゃん、サーカス。なんでこれがサーカスなんですか。こう空中ブランコをイメージしてるんですね、それはあくまでも。お、玉叩きいったね、玉叩き。これはダメっすね。一つね、仮説を立てたんです。全然ダメっぽい台が、うん、パッと座ったら1000円でビッグ5連、ごちそうさまでしたみたいなことってよくあるじゃないですか。あるあるある。じゃあこれであってもおかしくないでしょ。いやー、それまでの流れなんで、俺とかもう4回連続ぐらい光るゲーム数光るゲーム数予言してぴったり当たってんの。200の前半です、次はっつって200の前半、その後一桁で一粒です。246が前半なんだ。前半じゃん。よいしょ、まあまあいいでしょう。右右右右、もう右が強い、右が強い。この台はやった。すげえ。どうです今の。いわゆるお座り戻し一発。おスイッチ。うん、おスイッチだった。これを狙ってたんですよ、ずっと徘徊して木が熟すのをね。投資7000円ですから、これまだまだあるんですよ。よし。でもね、飲まれちゃうよ、さすがに。隊長、スイカ落ちました。スイカ、はい、おめでとう。3回目優秀台。2か3だと思います。あるってことですね。2か3だと思います。頼むぞ。すっげえ痛かった、ごめんなさい。いよいよダメっぽいです。いや、いよいよじゃなくてもうダメだってば。飲まれるの待つだけだよ。一回レグ来るぐらいかな。こういうこと言われたら確かめずにはいられないじゃないですか。ほら、ああよかったレグだ。え、なんですって。いや、なんレグは1回ぐらい来るかもしんないよって俺言ったよね。はあ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 。ラッキーじゃん、はあはあ、ビッグで。いやいや、ラッキーじゃん、ビッグならラッキー、ビッグならラッキーじゃんね。だよ。246ハマってビッグで5枚増えてるでしょう、こっから。これどういう意味か分かりますか。312枚で246ゲームプラスアルファ回ったってこと。プラス6枚、っていうことは平均すると40ゲーム以上回ってんだよね。分かる、言ってること。だからこの台はいいんじゃないかって言ってる。おい、400いかなかった。ラッキーラッキー。えい、ダメだ、これはダメだ、ダメだ、これはでもうやめて、今大事なとこだからもうやめてください。この後そこそこ早いのが来なかったらもうまずいっす、まずいっす。きっと来る。31、おい31、今言ったね、言ったよね、宣言したよね、31って言って叩いたもんね。はいはいはい、はい、本当に宣言してるの。完璧、完璧だったね今ね。今ね、本当に宣言してるのったら、うん、ヨッシーがすっごい渋い顔して、うん、いや完璧だった今、31って言った。もう今日3回目。はい、やっぱりよかった。この後だよ、この後、
この次今日3回目もう1枚掛け勝負でしょ。ここは子役もあるんだから。まだある、まだある、まだある。ほら俺があったね、あるっつったよね、あるっつったじゃん俺。まだあるっつったんだから。あったあった、あるよそりゃ。ほらあった、ほらあった、まだある。これ来たら奇跡ですよ。はい、あーまだあるか。もうない、もうないんだよね。はい右、やっぱ偶数っぽいっす、偶数っぽいっす。悪くない悪くない。ほい44ピック。こうなります。光らしてんじゃない、勝手に光ってるだけ。もうできました。あ、レバーが戻らないです。おい。はい。39ゲーム。サンキュー。完全に失敗だったね。これで2500近くになると思うんで、もう4も否定されます、もうすぐ。っていうことはもう6でしょう。ほぼ断言していいんじゃないですか。勝負は諦めたわけではございません。まだ7000円なんで。完全によそ見してました。はい、4箱目です。絶対使ったらダメだよ今のは。マジで花に対して失礼ですから。花に対してしかももう6の可能性が極めて高い花に対して。参った。6なんでしょ。いやもうねハマってるんですよ。単独で帰ると交通費の精算とかね、もういろいろ面倒なんで一心同体で帰ろうかなと。なんだそれ。一心同体でね、もうハマってるんでね、これ277もハマってるんで。さあ元気出していきましょう。お疲れ。何か打ち合わせしましたか僕ら今。いやおごり高ぶり高ぶりうぬぼれですよまさに。どっちの徳さんの。僕のよくこの場にいてくれてるなって思いますね。あの状況で、まあ、俺逆の立場だと無理っすね普通に会話するの。だってあんなビッグなんかくれるわけないじゃんケチな。結果として言えるのは沖ひかるさん全然沖スロ分かってないということでしょ。いや今日ぐらい俺あなたが選んだ台で僕があれだけのた打ち回った。じゃあ俺朝なんて言った、はっきり思い出して、うん、俺が勝ちたいなら、うん、俺は右の台だ右に打つって言ったよね、うん、結局俺は総投資小1枚回収2073枚だ。それは隣の台。え、じゃあ結果よ、俺が勝つからこれそれって全部流れじゃん。なるほど、流れじゃん。それ俺が勝つにはまず右に座ってて、うん、そう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 、俺がビッグを引っ掛けて交代するとこまで読み切ってます。
読み切ってますよ。それはもうそれはまあでも予言が当たりまくって結果勝っていやこれは ね31ゲーム目だけ俺ゲーム数言ったんですよね。そんなこと言ってたら何千ゲームの中でいやだから、うん、そんなこと言ってたら、うん、俺87ゲームに照準を合わせますって言って、はい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 、それ花と語呂合わせじゃん。87って言ったらバーって光った。それ語呂合わせでしょ。花の語呂合わせでしょ。俺は純粋な素数だもん。31あの31ゲーム連のさ、ゲーム数当てたのすごくない？ごめんごめん、もういいや。もう乾杯乾杯でしょ。これだけ宇宙が深いっていうのを僕は気づけたから、もういいって言ってんじゃない。黙れよ。もう本当に満足しましたんで、二度とやりませんからあんなことは、ね、もういやもう僕はもう満足です。いや先輩ですけど、もう俺こいつにピックはやりたくねえ。間違いなくやらねえ。